お客様、獲物は能力使用でございます。やっつけやるさ。一服しようぜ。手に入らないように簡単に終わらないように。さて、どこから潰したの？イノベーション始めます。え、そのように。はい、エネルギーサービスです。もちろん、もの完全配達よろしくて。よく言いました。宝具を展開しましょう。よく言いました。逃がすもの。いいでしょう。私の足元で許しを請います。落ちよ、ロードレスキャメロット。逃がすもの。無礼な。能力使用、龍の血に尽きることだし。焦ることはないさ。これが大事なのさ。あれあれ。ひらめきましたぞ。単純単純いけませんね。出直していらっしゃい。え、そのようにイノベーション始めます。目を背けないで。そして命の価値に区別なく。目に映るもの分断する。この辺りが頃合いですか。まさかまさかの企画に一部する。わかりますね。それは絶えず見た滅びのよう。最果てにありながら鳥は明日を飛び出し、ロードレスキャメロ。沈め沈め。四季はこうしたら食べなさい。手に入れないの。白兵戦行きます。イグナスに準備。白兵戦行きます。目を背けないで。暗き湖よ、来たる。いい判断です。死になさい。事実、頬を垂れよ。恐怖を、希望も、何人も通りにあたわず。分断する。公園の本気です。メリーバッドエンドだな。耐えろ、ダメだ。ダメだ、来るな。ドリアーどうだ。なんの、簡単に終わらない。うまいけど考えよう。どうだ。よく言いました。運命ですから。いい判断です。
望まれることを望まれたように、ホーグを展開し、逃がすものか。それはいつか来る兆しの星、希望の地、楽園の跡、誰に呼ばれるまでもなく、あなたは星をかざすでしょう。運命は誰のために。アラウンドカリバーン。そう、いいでしょう。私の足元で許しを乞いなさい。聖剣などこの程度、落ちよ。ロードレスキャビアット。僕だってやればできるさ。椅子に座ってるだけが王様じゃないとも。